はい、あゆみです。よろしくお願いいたします。それでは今回は藤井王位対渡辺九段の王位戦第1局1日目が終わりましたので、封じ手、そして展開予想をやらせていただきたいと思います。今、渡辺九段が3三の角を2二角と引いたところで封じ手となりました。2二角に対して何を指すかというのが注目されていますが、個人的な予想としては、割と自然なその6七銀上がるから7八金のようにやっていくんじゃないかなということで、個人的な予想は6七銀上がるというふうにしておきたいと思います。ただコンピューターが5九角と引く手を推奨してまして、5九角って確かによくある手なんですが、3七に桂が飛んでいてすぐ2六に行けないので、ちょっとこう違和感のあるイチャベですね。ただ、アベマも水晶も5九角が最善手としていて、ちょっとびっくりしました。これも後ほど見ていきたいと思います。一番自然なのは6七銀上がるだと思うんですけど、皆さんの予想もコメントしていただけると幸いです。あと、せっかく左美濃の形出来上がっているので、6七金と上がって、高美濃にして、さらにこう進展性を求めていくと。これも非常に立派な手だと思います。あと、2九飛車と回って、2筋からの歩の交換を目指していく。これも自然な一着ですね。ということで、順番に見ていきたいと思います。まず、個人的に本命に挙げている6七銀上がるの変化でございます。これは次7八金から場合によっては8八玉と上がっていこうと。バランスを取る、そういう指し方です。6七銀上がるに対して、一例として3三桂と跳ねていくような手があります。そして以下7八金と進行しまして、ここから例えば7二玉と手待ちする構想と、あといきなり2五桂馬と歩を取って同桂に2四歩と仕掛ける、こういう筋もあります。これも渡辺九段の狙い筋の一つだと思いますが、一例として以下6五歩と角道を開けまして、仮に同歩なら4五歩で、仮に同歩なら、2二角成ですね。これは角が取れてしまうということで、先手が必勝形となります。これが後手陣が4三金と3二銀が、普段と逆の形になっているかなり痛いところで、こう4五歩まで行くと先手が良くなりそうと、そういう状況です。ということで、それを踏まえて同桂と取る変化になりそうです。そしてまたここで8八なのか、6八なのか、同銀なのか難しいところですが、例えば8八に角を引くと、2五歩と桂馬を取りまして、例えば4五歩と打った時に5五桂馬と角道を遮られて、これは後手が十分な変化ということになっていきます。ということで、そうですね、ここで、同銀と取る手も極めて有力で、同歩に5六桂と、もしくは4五歩ですね。やはりこの角のラインを狙っていって、取れば2二角成があると。こういう筋で、これは少し先手がさせそうな、そういう進行となっております。ということで、2二角、6七銀、で、3三桂から2五桂というのが後手の一つの狙い筋となっておりますが、ちょっとそうですね、この場合は6五歩が好手で、2二の角が浮いていて4五歩が常に厳しくなってしまうということで、ここまでいくと少し先手が有利な進行となりそうです。なのでちょっとこの場合3三桂から2五桂が無理筋になる可能性が高いということで、例えば7二玉と待機する手も有力でございます。7二玉に対してやはり7八金と上がりまして、そして6二金とさらにこう固めてじっと待機していく、こういう展開が考えられます。一例としてここから6八金右と寄りまして、3三桂に8八玉で3一角、9八香車、叡王戦の時のような右玉対穴熊という構図になっていきます。以下一例として5三角、9九玉で5二金、8八金のようにひたすらこう手待ちする後手と固める先手と、こういう展開も十分考えられるというところですね。これもこれで一局の将棋ですが、やっぱりちょっとこう一例として2一飛車なら1八香車で、次の1五歩同歩1九飛車という打開がありまして、通常の形と違って先手が一歩手持ちにしているのが大きく、ちょっと先手が指せそうな、そういう展開になっていきます。例えば2四歩と突くと1五歩ですね。同歩は1九飛車と回っていけそうと。で2五歩と取った場合は1四歩と取りまして、2六歩なら、1三歩成で、これで2二歩を狙っていきます。仮に2四飛車なら、2三歩と垂らしまして、2七歩成、2二歩成、で3八となら、強く3二とと取ってしまって、4九とには、6五歩と、いく。もしくは1回3三と同金6五歩と。これで同歩のような手だと、4五桂馬と、飛ぶ手が炸裂するわけですね。こういう展開になるとやっぱりちょっと穴熊がガチガチすぎて勝負にならないぐらいの展開になってしまうことが想定されます。ということで、そうですね、やっぱりこの6七銀から穴熊に今ご覧いただいたように、6八金右、8八玉、9八香から穴熊に組んでいくような構想、これが割と有力かなというふうに思われます。でその穴熊組まれる前に、2五桂から2四歩と動くと今度は6五歩で角道を開けて、その3二の銀と4三の金が逆形になっているところをついてちょっと先手が良くなりそうということですね。一応この6七銀上がるの局面の、最新の AI の評価値ですが少し先手良しというふうに出ています。やはり先手だけ一歩交換して歩を手持ちにしている分、わずかですがその先ほどの6五歩からの歩交換ですとか、7八金からの穴熊の構想ですとか指したい手がたくさんあるのに対して後手陣はちょっともう右玉でこれがほぼ完成形となってしまっていて、進展性がないということで、ちょっと先手が指せそうという状況になっているようです。ただ本当にあくまでも微差ですので、例えばここから6七銀上がるに3三金というすごい独特の手待ちもあって、一例として7八金に4三銀と上がって2九飛車に、3一角と、徹底的にもう駒を離れ駒などを作らずに徹底的にこう待機していくと。で8八玉には一例として4二角と上がって6八金右に、3二金と、ひたすら待機を重ねていってこれは穴熊に組むことはできますが、打開するも容易ではなく難解な形勢という風になっていきます。ただやっぱり、こういう展開になっても普段の形と違って、先手が一歩駒台に持っているというのが大きく、普段の形と比べるとちょっと打開はしやすそうな、状況という風にはなっております。ということでおそらく難解ながら6七銀上がるで、ほんの少しですが先手に分がありそうな展開という風になるでしょうか。また6七銀上がる以外、AI がその推奨している5九角ですね。この変化も改めて見ていきたいと思います。これも最初見た時よく意味がわからなかったんですが、例えば3三桂と跳ねて7七銀に、2五桂と、この変化に一番対応できているのが5九角型であるという風に見ているようです。一例として同桂2四歩で、桂交換で後手がちょっと一歩得しながら桂馬を取りに来る手がありますが、例えば7八金と上がって、2五歩に2九飛車と2五の歩を無理やり取りに行きまして、一例として5五歩に6七銀とちょっとこう先手の駒を左に偏らせて、そして3三角と上がっていくような、そういう手段があります。例えばこれ2五飛車だと1回2四歩で押さえてしまいまして、で2九飛車なら5四金と、この2筋は最低限の駒で受け止めて、5四金から6五歩で左辺で手厚い左辺で戦っていこうという構想ですね。ちょっと後手が歩切れで無理してる感じはあるんですが、やっぱり6五歩や4二角からの6五歩などが非常に厳しく、これはこれで後手も十分やれていたという展開だったようです。ということで、そうですね。やはりこの2二角に対して、5九角と引いて、3三桂から2五桂に一番備えている、そういう手順があります。なのでまあ後手としても3三桂から2五桂とやってしまうと5九角が最大限効果を発揮する展開になるので、まあ、相手をせずに7二玉という発想も考えられます。以下6七銀上がる3三桂7八金と進むと先ほどと同じような形になっていきます。で6二金に8八玉で4五歩ですね。この8八玉のタイミングで2二の角の利きを一番強く使ってくるとこういうルートもありますが、これに対しては7七桂と跳ねて、まあ、角道を遮ってしまえば、まあ、そんなに角道怖いことないので、まあ、難解ながら先手が少し指せそうな状況という風になっていきます。まあ、ということで8八玉に対しては、まあ、5二金のように手待ちするのが実戦的な作戦ですが、一例として僕からもう一回少し形が変わったので、もう一回7七角と上がる手とか、あるいはもう穴熊を見捨てて7七桂と跳ねて、まあ、6五歩からの進展性をこう作っていこうとするのか、この辺りの予想が考えられまして、いずれも確かに形勢不明ながら、この5九角の方が良くなりそうな変化は秘めているということが分かりました。そうですね、あと今6七銀上がると5九角を比較していきましたが、では先ほど申し上げた6七金などについても見ていきたいと思います。この6七金はもともと完成していた美濃囲いをさらにくっつけるという意味で非常に効果的な意味です。上部からの攻めに強くなります。一例として3三桂と跳ねて、そして、2九飛車と回ってという展開が予想されますが、2九飛車には4五桂で同桂同歩同銀と進行した時に、いろいろ5五角と出るとか、あるいは、5三桂取って5六銀5五歩4七銀と引いて、そして6五歩と、やはりこの厚みを築いてガンガン先手玉にとって左辺から攻めてくるというのが一番恐ろしい展開になると思われます。これもそうですね、これもこれでまあ先手が良くなりそうではあるんですが、例えば4六銀には5四金とぐいぐい上がられまして、気がつけば次8一の飛車が4一に回る手も用意してますんで、これは難解な形勢というふうに言えると思います。ということで、そうですね、6七金も非常に有力ですが、ちょっとこう、右のパワーバランスがなくなってしまうのが減点のポイントではありますが、6七金も非常にこう、自然で、そうですね、美濃囲いを高めのに組み替えるという、特に罪のなさそうな一手ということで有力だと思います。あと他ですね、8八玉と上がるのも2二の角筋に入ってはしまいますが、お互いに角道が止まっている形ですので、これも十分あると思います。あと一例として3一角に、6七銀と上がって、次7八金から6七金右、そして9八香車と穴熊にしていくということですね。ということで、いろいろ有力な手段あると思いますが、皆さんがどういう形を予想していくのか、それも楽しみに2日目を待ちたいと思います。ということで、ここまでご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。この動画がいいなと思ってくださった方は、高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。あとはですね、ここは2九飛車の場合も最後やっておきたいと思いますが、2九飛車は3三桂と跳ねるのが一例で、2四歩同歩、同飛車には1三角、そして2九飛車に、いろいろありますね。3五歩という、こういう恐ろしい反撃もあります。同歩と取れば3六歩ですし、2四歩とハレ歩をやりますと、2七歩、で、同飛車には、こう、3六歩があるということですね。こういった展開が考えられます。ということで、ちょっとそうですね、2九飛車は3三桂の逆襲がありまして、何が何でも4号飛んで騒いでやろうと、そういう展開も考えられますので、どうなるか注目でございます。ということで、ここまでご視聴いただきまして、本当にありがとうございました。この動画がいいなと思ってくださった方は、高評価、チャンネル登録いただけますと励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは、失礼いたします。